ヘアピンは髪を留める留め具の一つ。日本のかんざしとは若干異なり実用的に用いられることが多い。髪をまとめたり留めておいたりするほか、カールやウェーブを作る際の道具として用いられる。髪飾りの要素を伴ったものや、また、帽子やヘアネット、髪飾りを固定する際に用いることもある。単品で使用することもあれば、各ヘアピンを交差。 または重ねるようにして利用することもある。なお、ヘアピンは一般的に女性が使用するものであるが、髪が長めの男性が使用することもある。より髪を固定するのに特化したバレッタも存在する。古代エジプト時代、食事の時に髪が落ちてくるのを防ぐために使われていた。当時は直線的な形で髪に刺すように使っていた。 現在も使うような紙が挟めるタイプは、エリザベス一世の時に発明された。金属でできたものの記録が残るようになる。美顔鏡と呼ばれる、耳にかけず鼻だけでかけるメガネが、欧米で流行した時期には、鼻から外れた時に落として、壊したり紛失したりしないための安全策として、鎖や紐で頭髪に止められることがあり、メガネのカタログにもヘアピンが掲載されていた。 日本では、かんざしがヘアピンの前身である。縄文時代の遺跡からも骨製のものが見つかっている。奈良時代にも使われていたが、平安時代になると血髪よりも水発が好まれるようになり、姿を消す。江戸時代に血髪が大流行するとかんざしも復活し、一般的に使われるようになった。1910年代に発明された。 電熱パーマネントウェーブ機が日本にも1918年頃輸入されるのと同時に紙が挟めるタイプのボブピンが輸入された。1950年代から1960年代頃には家庭で手軽にカールが作れる手段としてヘアピンを使ったピンカールという手法が多用された。ヘアピンボビーピン、ヘアピンの一種ヘアピンの故障や分類は メーカー等によって様々であるが、いかに大まかな分別を示す。ダブルピンを使ったピンカール、女子が燃える男子とはソーセージパン男子、ヘアピン男子。アメーバニュース、アメーバニュース。2020年6月19日閲覧。アメリカンオプチカルカンパニー。アメリカンオプチカルカンパニー。 アメリカンオプチカルカンパニー P288 から 302https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .org スラッシュディテールズスラッシュ1 0 9 5 5 0 w a t e r m a r k e d スラッシュページスラッシュ n 2七7 1ありがとうございます。